速稼塾の久保でございます。久しぶりに暗号通貨ニュースをお届けしたいんですけども、ノクさんがですね、今回は相場解説の方をしてくださってます。相場解説といっても暗号通貨のね、相場解説なんですけども、まとめると全体的には強気相場で今年は上がるんではないかなってことをお話しされてますよね。ここ大筋では私もそうなんではないかなと思うんですけど、銘柄によっては今年はペンペン草がね、たくさんロケするんではないかなと思います。で、私がこれはペンペン草じゃないかなと思ってるのが、ビットコインですね。それ以外ははっきり言ってちょっとわからないですね。で、ビットコインってのは今までもよく例があるんですけども、その国の通貨に不安が訪れた時にビットコインに変わるってことがたびたび起きてるんですよね。戦争、紛争、インフレ、こういったものに対して自国の通貨が当てにならないし、ドルもいまいち買うことがないんで、暗号通貨ビットコインにしようかなっていうのが、インフレがよく起きる国でね、そういうのが見られますね。トルコとか、それからチリとかね、ベネズエラとか、ああいうところでことが起きるたびにビットコインが購入されて、その時にグッと上がるっていうことが起きてます。ただその他のコインに関しましてはいまいち認知されてないと。上がった時でも上がった理由がよくわからない、下がった時でも下がった理由がわからない、しかも上がったり下がったりするんだけども、出来高がね、それほど取れていないっていうところもあるんですよ。そういう意味で言うと、今ね、暗号通貨の中でビットコインっていうのはそこそこの地位を確保してるんですけども、その他のものっていうのは一部の暗号通貨マニアの方が売ったり買ったりしてるのかなと思っております。さあ、今回の動画なんですけども、ノクさんのね、相場解説は見ていただきたいなと思いますんで、相場解説をこの動画説明欄に貼っときますけども、私が思う暗号通貨っていうのは、今までお話した通りに、まずはね、 ICO が片付いて、今ねほとんど出てない状態になりましたよね。で、 ICO がなくなってからやっとその暗号通貨の草コインの淘汰が始まるかなと思うんですよ。ですから今やっぱりね、低価格に陥ったものっていうのは、基本的にはもう上がることがないかなと思います。最初の ICO から例えばね、50% 以上のダウンしたものってのはもう基本的にも市場に選ばれないと思うんですよね。で、暗号通貨の使用用途が曖昧なものとか、その ICO の時に人気だったけども、 ICO してから人気がなくなったものっていうのはもうすでにね、欲しい人って ICO で買っちゃってるんで、上場後に買う人ってのはほとんど残ってないよってことなんですよ。相当ね、大きなプロジェクトを立ち上げたりとか、他の暗号通貨とねコラボしたりとかっていうことでもない限りはないかなと思います。あとは有名人がね、購入するとかってことかなと思いますけど、基本的に暗号通貨有名人は買わないし、あと資産がある方も暗号通貨買わないですね。これね、暗号通貨って値下がりのリスクばっかり大きくって、実は値上がりする要素ってのはほとんどないんですよ。そう考えると、ほとんどの暗号通貨っていうのは、その戦争とか紛争とかね、インフレが起きた時にしか買われないビットコインみたいな通貨っていうのが、じゃあ今市場で使えるのかって言ったら、ちょっと厳しいのかなと思います。その中で私が前々からお話しているように、これはいけるだろうっていう暗号通貨が2つあります。1つは XRP ですよね。 XRP も二束三文になる可能性はいつでもはらんでるんですけども、ただね、唯一この XRP っていうのは値上がりが堅調なんですよね。そして値上がりすると落ちにくいんですよ。で、1回400円台目行きましたけども、あそこまではやっぱり取り戻してくれるのかなと思いますんで、数年単位でね、決済することを見込んで仕込んでおくのはいいかなと思います。3年後に売るとか5年後に売るみたいな感じで少額仕込んでおけば、かなり大きなリスクリワードを取れるんではないかなと思います。もう一つが ADA ですよね。 ADA は私はプレセールで買ってるんで、どう転んでも本当にね、崩壊してもそんなに損がないみたいな感じで、これもリスクワールドリワードがむちゃくちゃいいんですよね。しかも今すでに含み益をずっと、購入後上場後ずっと含み益なんですよ。で、どんなに値が下がってもその含み益を割ることがないんですよね。そういう意味で ADA っていうのはプレセールで買っといて本当に良かったなと。他のものってのはプレセールで買っても上場した方がもっと値段落ちるみたいなことになってますからね。いわゆるこれがゴミ ICO なんですよ。ゴミって表現使いますけど、あれはね、販売する方も最初から値上がりしないっていうのが分かってるわけなんですよ。で、今一部のコインではすごい値上がりをして目立ったコインもありますけども、結局引き出しがロックされてるわけですよ。引き出しがロックの時にどんだけ値段が上がっても意味がないんですよね。で、ああいう風にしてユーザーにホルダーに、ね、飽きられないように話題を作るためにちまちま運営してるのはあるんですけども、毎日交換できるレベルできちんと価格が上がってるのはその ADA だけなのかなという風に思っております。もちろんね、私の知らない暗号通貨も結構ありますんで、どうかなってところがありますけども、そういった形で暗号通貨は私はですね、 XRP と ADA、 これ2つに絞ってやっております。で、 BTC もそこそこ仕込んでるんですけども、 BTC はね、今度は BTC ってのが値が硬いのかなっていうふうに思ってきましたね。 BTC ってのはもうほとんどですね、第二次通貨として認知されてますんで、 BTC は大崩れしない投資として
利幅は少ないんですけども、しっかりと持っていけるものなのかなと思います。今回私のね暗号通貨事情は以上でございますけども、さあそれではノクさんの動画の方もご覧ください。